ちゃんと元通りになってる。さすがかい。あ、カオルさん。切り返し、始め。懐かしい。俺も小学生の時はあんなだったのかな。ショウ、来てたのか。師匠、お邪魔してます。今日は休みなのか。学園祭最終日で休みをもらいました。そうか。お前の目から見てカオルはどうだ。小さい子に稽古つけるの上手なんですね、カオルさん。ああ、縁に媚びないのがいいのか。チビどもに慕われてる。でもとも、あいつがチビに人気があるな。犬っころみたい。それってもしかしなくても俺のことですよね。お前以外に誰がいる。じゃあ退院してからカオルは本当に熱心に稽古に打ち込んでいる。そうですか。よかった。面打ち始め。もっと思いっきり打ち。は今日お前カオルと地稽古してみろ。あ、でも俺、今日は何の支度もしてない。あー、ここは道場だぞ。竹刀も防具もいくらでも余ってる。ほう。いいな、カオル。俺、ガキどもの前で恥はかきたくないんだけど。何を言っていい勉強になるさ。ま、賞がいいんならいいけど。やる。地稽古やらせてください。尊敬始め。いやー、ついやー、せやー、とっご手より。ちょう、必ず手加減しねえやつだ。俺もカオル、また腕を上げたな。そろそろ子供だけじゃなくて大人の。師匠、俺をこき使おうとしてないか。もちろん。早くわしに楽隠居させてくれ。引退なんかしたらボケちまうぜ。道場の主人の面倒を見るのはごめんだ。誰がボケるか。お前に後を継がせて引退したらわしは地図さんと第二のラブ。まあ、明日から大人の稽古もつけてみろ。ちょうだ。俺はまだまだだよ。その根拠？今の地稽古3本に2本の割合で賞に取られた。すべて大人の稽古なんかつけられねえよ。へへへへ、成長したのに変わる。ああ、昔のお前なら賞に勝つまでは。昔だって分かってたさ、ショーの腕前は。ただ認められなかっただけだ。だからそれを認められるようになったのがお前の成長なんだ。ふん。俺そう思う。は？俺カオルさんみたいに強い人と稽古できて嬉しかったし。今のがショーの強さの秘訣なのかもしれないが。よしよし。俺、ガキの頃。なんでそんな風に思ったのかってあの後ずっと考えてた。俺が無神経だったからだろ。カオルさんの気持ちも考えずにじゃれついて。違うよ。道場には子供はお前しかいなかったけど、俺だって学校には通ってたんだ。クラスメイトにはおせっかいなやつもいて、話しかけてくるやつもいたさ。けど
俺はそんな奴は無視してた。無視できたんだ。俺、相当しつこかったんだ。そうじゃないさ。お前が俺に懐いたのは、俺がお前を完全に無視できなかったからだ。お前、俺の心は、きっと無意識に求めてたんだよ。人の愛情ってやつ。普通なら、愛情を注いでくれるはずの母親からもらえなかったそれを、自分でも気づかないうちに欲しがっていたんだ。そんなことないよ。俺、バカだし。ああ、お前自身は気づいていないよな。多分無意識にやってるんだろ。他の奴らは無視できたんだ。それに、そういう奴らには何も、まあ、うざったいくらいには思ったけどな。それ以上の好きだとか、憎いとかの感情は生まれなかった。ふーん。最初はお前のことも無視するつもりでいたのに、なぜだか完全に無視できなかった。多分、ずっと気になっていたんだと思う。お前のことが。剣道場の窓から。俺、あの時、カオルさんを見てた。道場で稽古してる人はいっぱいいたけど、子供はカオルさんだけで、しかも、カオルさんが一番強かったから。バカ、いきなりんなこと言うな。照れるだろ。え、ああ、そっか。でも本当のことだよ。タグ翔、そのうちまた遊びに来てくれるか。カオルさん、もちろん来るよ。